この刀には今5万アンペアの電流が回っている。人類のヒエラルキーが学力で決まるようになった87世紀。そんな中、学歴を振りかざして生き倒す学期と呼ばれる異端児が現れた。これはそんな学歴戦国時代における戦いの記録である。おいお前、そこで何をしている？私は旧帝国大学に所属している豊田寸之助だ。どうだ、この学生証を見よ。この参考書を差し上げるので何卒お許しを。ふん、今日のところはこれで勘弁しといてやろう。算数の呼吸1の方、旅人さん。私の学生証が、貴様、一体何者だ？僕の名前は、基礎使い、花戸恩次郎。聞かぬだな。そんな無名なサラリーマンに、このエリートの僕が負けるはずがないだろう。武器の呼吸、一の方、盗賊の直線！理科の呼吸、五の方、巨像。何？切り損じた。この技は中学校で習った突然図をやっていればすぐできる技のはずだ。くっそ、舐めやがって。科学の呼吸3の方、電気分解。何？この技は空気中の水分を酸素の水素に電気分解する技だ。濃すぎる酸素は猛毒だ。呼吸を使いすぎると死ぬぞ。何？本次郎、そんな時はこれよ。ポポポポポーン。その声は峰子師匠。理科の呼吸6の方、水素の音。まずい、爆発が。ドーン。あー、水素の音。体が痛い。あばらが折れている。次で決めてやる。がくそ、負けるわけにはいかねえ。火山の呼吸五の方、黒雲の歯。なんだこれ、出られない。何がどうなってやがる。くそ。何をしている寸次郎。そう、その声は伝山様。何、伝山だと。伝山様、無名のサラリーマンにやられてしまいました。赤本をいただければ必ず奴にリベンジを。薄ら寒いそのごたく吐き気がする。貴様にこの赤本をやるから早く勝負を続けろ。ありがたき幸せ。これで私はさらなるエリートになって必ずやつを打ち倒してみせます。なんだあいつ、様子がおかしいぞ。わかるぞ、知識が、技が入ってくるぞ。なんだあいつ、さっきの偏差値とは比べ物になんねえ。俺の新しい力を見せてやる。電磁気を切る8の方、電流エシだ。この刀には今5万アンペアの電流が回っている。何、この刀が作り出す境地までお前の携帯はオダウズだ。ならばこれでどうだ。電磁の呼吸9の方、インピータンス。この刀は氷の動きを表している。この氷によって急な電磁の変化は起こらない。なのでお前の作る電磁は無効化される。貴様、面白い技を持っているな。お前とは違う。だが、この問題にいただけるかな。波動の過呼吸、反対式、二次の盲点。なんだこれ。波動の問題が反対で出たらはごくまれ。お前もこのトラウマに苦しむがいい。
恩次郎よ、今こそ蒸し返すのです、あの事件を。そうだ、あれしかない。なぜ立てる。くだれ、水の呼吸反対式室内ミス。うらー、この技でお前の入試問題を無効化してやる。うわー、そうやそうやった。薄ら寒いその弱さ、吐き気がする。で、伝さん、違うんです、これは。お前はもう良い。線形の呼吸31の型、固有空間分解。あ、赤本家。さっきからお前は誰なんだ一体。俺の名前はガンツジ伝山、東京帝国大学の大学院生だ。クソ、ならばやられる前にやるしかねえ。天秤の呼吸3の型、定点移動6連。見えた、解放の糸口、これさえ切れば勝てる。シュレディンガーの首。切った手応えはあったか。確かに切ったはずだ。だが本当に切ったかどうかはまだ分からない。何？シュレディンガーの首のこの扉を開けるまではな。観測者が確かめるかどうかまではまだ分からない。なるほど、理にかなっている仕組みだな。頼む、切れていてくれ。頼む、切れてくれ。頼む、頼む、切れろ、切れろ、切れろ。切れてない。これでお前を無に帰してやる。ドモルガンの呼吸15の型、空集合ファイ。まずい、体が消える。くそ、こんなところでこの俺が。大卒の呼吸10の型、既卒の海馬。インプット完了、ドモルガンの呼吸空集合ファイ。何？お前は一体、お前は一体誰なんだ。僕の名前はキム・ヒョジュン、日本人最年少記録を持つ MIT の准教授さ。私より格上がいた。